ビオンの妻は、ダザイオサムの短編小説。第二章は、ダザイの口述を、小山清が筆記したものである。残存する本作品の原稿はすべて、ダザイの筆跡になっているが、これは、後から書き直したものと推測される。詩人、大谷は外を飲み歩き何日も家に帰らないことが、多く借金を重ね、その妻である、私と幼い子供に貧乏暮らしをさせていた。 ある時、大谷は入り浸っている小料理屋の金を勝手に持ち出して、店の主人やおかみさんと悶着を起こす。翌日、私は何の当てもないまま私は小料理屋に出向き、金を返す用意が、できすぐにそれが届けられるはずなのでそれまで店の手伝いをさせてもらいたいと申し出る。一方、逃げていた大谷はバーで合流していたところを問いただされ、 その日の夜に小料理屋に金を返しに来る。それからも私は、大谷のその他の借金を返すためだということで、小料理屋で働き続け、大谷は相変わらず店に顔を出し続け、私は幸せを感じるようになる。それとともに、店の客をはじめ世の中の人はみんな後ろ暗いものを抱えながら生きているのではないかと思い至った。後のまたある日、新聞市場で大谷を、 認否人と評する記事があった。それを読んだ大谷は、小料理屋の金を盗んだのは、本当は家族にいい正月を迎えさせるためのことだったと嘘吹き、私は認否人であってもなくてもただ生きていられれば、いいと答えた。映像朗読。ありがとうございます。